こんにちは、九州山チャンネルのヒデです。今日は熊本県南阿蘇村に来ています。今回紹介する山は阿蘇の南外輪山に位置する精鋭山、標高は1006メーターの山を、紹介したいと思います。登山口は、何箇所があるんですが、今回スタート地点に利用する登山口は黒岩峠という、峠があるんですが、この黒岩峠、標高880メートルから山頂を目指したいと思います。片道ですね、約30分ほど、ちょっと急な、登山道にはなるんですが、約30分ほどでね、山頂に立つことができて、絶景もね、楽しめるという山なので、紹介させていただきたいと思います。それでは今日もどの景色に出会えるのか楽しみです。ではレッツゴー。黒岩峠のところにはですね、普通車が約8台ほどですかね、駐車可能なスペースがあります。そして、そのすぐ脇ですね、私の後ろに見えてますが、杖がね立ててあるんですが、ここから精鋭山、山頂を目指すことになります。距離はですね、道標があって、0.54キロ、540メートルでね、精鋭山、山頂ということになっています。では後ほど。はい、登山口からいきなりの、急登が始まりますが、登山道沿いにはですね、しっかり、草刈りね、していただいているんでね、すごい歩きやすくありますね。ただかなりの、急傾斜です。徐々にね、展望も広がってくるかと思いますので、お楽しみに。では後ほど。はい、黒岩峠から、ものの5分も上がるとですね、だんだん視界が開けてきました。黒岩峠からですね、進んでるのと反対方向ですね、牧草地があるんですが、牧草地の上にね、九州自然歩道、そしてね、高森トンネル、高森峠の方からね、ずっと稜線を歩いてくるルートがね、見えています。時間があればね、高森峠から、往復されると、まあだいたい3時間半ぐらい、まあちょうどいいね、ハイキングコースということになります。ただまあ今回はね、コスパいいコースで、最短のねルートで登っています。では後ほど。
岩峠から、急登を登ること、約18分で青山、標高は 106.3m、 いただきました。山頂にはですね、青山の、道標と阿蘇、ハートマーク阿蘇ラブ可愛い看板がね、設置してあります。ではね、こちら青山山頂からのパノラマお楽しみください。青山山頂からの、パノラマもね、十二分に満喫しましたので、これからね、またオロと同じ道で黒岩峠へ戻りたいと思います。では後ほど。現在いるところはですね、黒岩峠から車で5分ほど下ったところにある、高森殿の杉ですかね、以前動画でね、配信した、スポットなんですが、すごいね、樹齢、数百年の、見事な杉ですね。はい、これが見れる第一駐車場というところに来ています。今回、紹介した青山ですね、すごい、大パノラマ、阿蘇、猫岳、そして祖母山系もね、見渡すことができる、絶景スポットとなっていますので、ぜひおすすめです。ただね、登り出しからいきなり、急増とい いうのもねありますので、まあ最初ちょっとしんどいかなと思いますが、まあ30分もね、歩くと山頂に到達しますので、まあちょっとの我慢かなという感じです。ということで、今回紹介させていただいた、青山いかがだったでしょうか。参考になったよ、よかったよと言っていただける方は今後の励みにもなりますので、高評価ボタンお願いします。そして、青山だけではね、もったいないので、現在いる、高森殿の杉ですかね、こちらのね、樹齢、すごいね、超えている
杉の木、せっかくなんでね、立ち寄って見ていただいたらいいかなと思います。ということで、今後もですね、素晴らしい自然の映像、山の映像をお伝えしたいと思いますので、見逃さないためには登録ボタンお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。 Thank you.